エセルバート・タルボットエセルバート・タルボットは、米国聖公会の第15代主座主教。ピエールド・クーベルタンにより造語された、オリンピックで重要なことは、勝利することより、むしろ参加したということである。人生で重要なことは、征服することではなく、よく戦うことであるという言葉のインスピレーションを与えたことで著名である。1848年10月9日に、 ミズーリ州ファイエットで生まれた。父は医師のジョン・アルナット・タルボット、母はアリス・ダディ・タルボットである。1870年にダートマス大学を卒業して、すぐにジェネラル・セオロジカル・セミナリーに通い1873年に卒業した。その年の6月29日に出自に、11月4日に、被災に任命された。その翌日、 ミズーリ州ロアノークのドーラフランシス・ヘイブリーと結婚した。後にアンという名前の子供を授かっている。すぐにミズーリ州メイコンシティの聖ジェームス教会の教区牧師になった。近くの町で布教活動を行い、聖ジェームスミリタリーアカデミーとなる学校を設立している。最初は男子校であったが、後に同様の女子校も設立された。 1886年の米国政公会の総会により指名され、ワイオミングとアイダホ教区の初代主教となった。1887年5月27日にセントルイスのキリスト教会で任じられた。その年、ミズーリー大学より名誉法学博士、ジェネラルセオロジカルセミナリーより進学博士を授与された。1888年にはダートマス大学より、 神学博士を授与された。教区に着いたばかりの時は、二つの州にそれぞれ四人しか、聖職者がいなかった。その後十年間で38の教会を設立し、ワイオミング州ララミーに、聖魔大大聖堂を建設した。この時まだ西部開拓時代であり、駅馬車に乗っている時に盗人に出会った話が伝わっている。1891年に、 ジョージアの主教に指名されたがこれを断った。1897年11月11日に、聖公会の中央ペンシルベニア教区の第3代主教に指名され、1898年2月2日に就任した。大きい教区の分割を計画し、1904年に新しい教区であるハリスバーグを設立した。中央ペンシルベニア教区が、 ベツレヘム教区に名称を変更した後も、ここの主教の職務を続けた。1908年までワイオミングの主教も同時に務めていました。1908年の夏にランベス会議に出席した。ロンドンに世界中から247もの成功会の主教が集まっていた。この会議の時にオリンピックも開催されていた。多くのアメリカ人が イギリス人の判定に抗議するなど論争が多いオリンピックとなっていた。これに気づき心配していたタルボットはセントポール大聖堂に説教をするべく招待された際にオリンピックの選手や職員を特別に招待し次のように説いた。偉大なオリンピックを少しばかり考えてみよう。それはどういうことか。 世界中すべての地域から屈強な肉体を持った若者が来ているということである。これはまた、誰かが言ったように、スタジアムに見られるような国際主義の時代は、危険な要素もはらんでいることも意味すると私は思う。もちろん、各選手がスポーツのためではなく、自国のために努力をしているということは、紛れもない真実である。ゆえに、新たな争いが始まる。 例えば、イングランドが川で打ちまかされたり、アメリカがレースを遥かに引き離したり、はたまたアメリカの選手が一度は持っていた力を失ってしまった場合、これはどうなる結局、唯一無難なものはオリンピアの教えにある。そのオリンピック自体がレースやショーよりも優れているということである。聖パウロは、そのような賞がいかに重要ではないかを私たちに教えてくれる。 私たちの賞は腐敗することはありません。そして月桂樹の花輪を身につけるのはたった一人ですが、誰もが試合の喜びを分かち合うでしょう。したがって、声援はすべて、爽快魂の救済といってもいいものから活発で、公平で精錬なスポーツから来る利益を与えることになります。近代オリンピックの父であるピエール・クーベルタンは、次の金曜日の演説で、タルボットの言葉を言い換えて、 オリンピックで大事なのは、勝つことではなく参加することだと述べた。この文は時間の経過とともに変化していったが、現在でもオリンピックの理想の重要な要素である。1927年までベルレヘム教区の主教であり、1923年には主教補に任命されたフランク・ W ・スタリットに助けられた。1924年2月18日、アレクサンダー・ C ・ギャレットの司教にあたり、 主教の年功序列の結果として最後の主座主教を務めた。1926年1月1日、ジョン・ジー・マレーが最初の指名による主座主教となった。1927年9月15日にフランク・ w、スタリットのためにベツレヘム教区の主教を辞めた。1928年2月27日、ニューヨーク州宅下法で亡くなった。ありがとうございます。